おはようございます。イオリヒデオです。本日はですね、こちらのホラーゲーム、ホロライブエラーの方をやっていこうと思います。はい、お久しぶりです。疑似コラボですね。はい、本日ホロライブさんとの疑似コラボをさせていただこうと思っております。はい、それでは早速始めていきましょう。ちょっとね、完全初見なので、どういったものかわからないんですが、対象調べる E、はい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 、C でゲーム開始と。はい、ここら辺の操作は通常のゲームと変わらなさそうですね。はい、それでは早速やっていきましょう。うん。青神町。清掃な名前だが、ここには不気味な言い伝えや事件が多く、界隈ではいわゆる、いわくつきの町として知られている。実際に私の祖父も、青神町で目撃されたのを最後に、行方不明となっている。当時、記者だった祖父は、この町で起こる怪異について取材していたらしい。そんな祖父の影響もあり、私はオカルト雑誌の記者となった。そして何の因果か、これから取材で、青神町に向かうことになった。祖父の残した資料が何かの役に立てばよいのだが。はい、カーテンが見えますね。どっかのビジネスホテルですかね。ボイスレコーダーを持ってます。お、動かせるようですね。それでは早速やっていきましょう。お。祖父の資料の抜粋、現在の青神町、幾度となく訪れる。幾度となく起こる、地なだ、霊や各地に出る幽霊騒ぎに加えて、行方不明者が多発するなどの事件も重なり、こんな町に住めない、呪われていると、青神町からは徐々に人が離れていってしまった。そして年号が昭和から平成に変わる頃に、さらに過疎化が進み、町としての機能を完全に失った青神町はゴーストタウンになってしまった。なるほどね。祖父の資料、昭和21年7月、午後10時10分前後、青神町で大規模な土砂災害が発生。連日続いた大雨が、原因で地盤が緩んでしまったことが原因だと言われている。土石流により、周辺の多くの建物は倒壊してしまい、少なくとも10名以上が巻き込まれることになっている。ほうほうほう。こちらも祖父の城。青神町は昔から、地崩れがよく起きていたと言われている。原因として過度の森林伐採や、地質の問題もあるかと思うが、昔から青神町の人々はそれが山の神の怒りだと考えていたそうだ。この山の怒りを鎮めるために生きた人間を生贄として、森の土の中に埋める、人身供養を行っていたと伝えられている。今でも青神町の各地で、悲惨な声が聞こえたり、幽霊を見たという噂もあり、住民の一部にはこの町は呪われているのではという話も出ているようだ。はい、まあよくある設定ですね。はい、これは、コンコン聞こえますね。ここ、はい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 。もう完全に、あれですね。ビジネスホテルっぽいですね。はいはいはい。おう。よいしょ。誰もいないですね。おう、開いた。
おお、トイレですね。このホテルシャワーないんですかね。おお、くるくる回せますね。USB 2.0 ですね。懐かしい。めっちゃ呼ばれてる。はいはいはい。なんでしょう、なんでしょう。なんかついてる。殴り書きの目も昨日から誰かに見られているような気がする。寒気がする。あの取材をした後からだ。いや、気のせいだ。そうに違いない。ほうほうほう。誰？学校に飛ばされたんすかね。おお。なんかですね、ホロライブエラーさんの漫画があるみたいなんですが、そちらを見てるとなんかすごいあれらしいですね。理解が深まるとのことなんですけど、まあ、見てなかったとしても楽しめるということで今回やっております。はい。すごいっすね。壁に貼ってあるのをくるくる回せるってどういう仕組みなんですかね、これ。はいはいはい。青髪高校新聞。第5回、青髪高校、街の写真コンテスト、受賞者発表。第5回、青髪高校、街の写真コンテスト、2回読んでしまった。このコンテストも5回目を迎えました。今回最優秀賞を受賞したのは、水田、とつきさん。とつきさんでいいのかな？さすが写真部ですね。文句なしといったところです。受賞した写真は真夜中の青髪町駅前を撮った写真でした。昼間とは全然違う雰囲気ですよね。恐怖青髪高校七不思議第2回、美術準備室の噂。青髪高校の七不思議第2回に紹介するのは、美術準備室の噂です。昔美術準備室で誰にも描けない絵を描くためにと自分の血を絵の具として使用した、女性とかいたみたいです。そして絵を完成させると同時に女性とはその生涯に幕を下ろしたと言われています。そんな女性とは今でも、真夜中の美術室をさまよっていて絵の具を探しているみたいですよ。次の絵の具にされるのはあなたかも。うん、怖いですね。よいしょ。でもよくなんか血を絵の具にするっていう表現ありますけど、血って乾燥すると色変わっちゃいますからね。そこら辺の管理って難しそうですよね。なんか黒くなっちゃうじゃないですか。で、赤でやりたかったのに、ね、完成して乾いた絵が黒っていうと、なんかちょっと、それはどうなんだって思いますけどね。ああ、懐かしいですね、学校。もう、20年以上前の話ですね。まあ今考えると学校って楽しかったっすね。まあ学生の皆さん、本当にね、働き出したらね、こんな青春もクソもないっすから、今のうち楽しんどいた方がいいっすよ。よいしょ。いいですね、夜の学校って感じがしますね。でも日本ってあれですよね、やっぱ平和な国ですよね、こんなね、消火器なんかね。押す人ほとんどいなかったじゃないですか。まあ、ごく稀にね、誤作動でね、なっちゃった時はあったとしても、なんかいたずらで押す人とかいなかったなーって。なんか諸外国とか、まあ、そんなこともねえか。はーい、というわけで、今、校内を徘徊しております。なんか、ホロライブエラーさんってね、なんか、ノベルゲームのイメージがあったんですけど、違ったみたいですね。なんか、割としっかり作り込まれた 3D ゲームですね。はいはいはい。いいですね。一本道ですね。
10時と、10時10分ですね。まだそんな夜でもないですね。まあ、バリケード。一体誰がこんなにいただろう。あ、開けれちゃう。あははは、これどうなってんの？すごいっすね。これどうなってんすかね。うん、いいですね。新設設計。お？お？扉の先が廊下っていうのもまた珍しいですね。これループしてる？あ、ループしてますね。おほほ。これは良いそうだ。そうですよね。さっきここの話をしてましたもんね。ああ、暗い暗い暗い。おお、電気ついた。誰かいる？あ、誰かいますね。誰だ？まあね、せっかくのね、ホロライブさんのゲームですからね。ぜひとも、メンバーさんとね、コラボしたいわけですが、うおー、びっくりした。ちょっとびっくりしちゃった。はいはいはい。いいですね。ちゃんとホラーですね。なんかちょっと舐めてましたね。ごめんなさい。なんかね、メンバーの人と戯れられるだけのゲームだと思ってましたけど、やっぱちゃんとホラーになっててね、恐怖演出とかもありますね。ほい。ほい。おー、いい雰囲気ありますね。いいですね。この周回系のね、ループになってて周回するたびに、変わってくっていうゲームよくありますけど、僕やったことないんですよね。あー、怖い。あー、確かにね。幼稚園児の頃にね、このね、消火器の赤いのがね、体育館のね、中にあって、それがすごい怖かったんですよね。やっぱ赤ってちょっと人を不安にさせますよね。うん。誰かいますね。あなたは誰ですか？あ、これはもしかして、ソラパイセンじゃないですか？おぉ。キレッキレっすね。声が聞こえる。やっぱ普段からあれですね、ダンスレッスンとかしてるとね、ああいった動きもね、機敏にシュッてこなせるんでしょうね。さすがでございます、ホロライブさん。なんかでもあれですよね。まあ、いろんなね、方のね、配信とか見てると割とね、ホロライブさんとか二次三次さんの話題を出すのがタブーみたいな感じになってますけど、どうなんですかね。そんな厳しくないような気がしますけどね。まあ、なんか意図的にけなしたりとかしない限りはなんか大丈夫なような気がする。どうすかね。まあ、私はね、もう疑似コラボと言いながらね、もう何回もネタにさせていただいてるのでね、まあ、私が消えたらそういうことだったんだっていうふうに思っていただければと思うんですが、はい。あ、いた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 。あ、入れない。あ、消えちゃった。ちょっと聞いてきましょうか。かすかに聞こえるぐらいですね。やばい話。
聞いてみないとわからないよと。これ進まないとダメなやつか。夜の美術室に行くと、その女子高生が徘徊している。さっきの子ですかね。まあ、さっきの方は、後ろ姿を見る限り、時のパイセンだと思うんですが、絵の具の具材にされちゃうと。これかな？なんだあれ？入れる。ヒガンバナですね。大丈夫？あ、やべ。うん。それでは本日の放送は以上でございます。ゲストでお越しいただいたのは天野かなでさんでした。ほほほほ。ありがとうございました。ライトを手に入れた、はい。ありがとうございました。次回の放送はまた明日。皆さんそれまでバイバーイ。特別なゲストにお越しいただきました。それではお名前をどうぞ。かなさんと同じく天野かなでです。はい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 、いましたね。それではかなでさん、いやどんな話をしていただけますか。皆さん美しいですね。全員存じております。右から祭りパイセンですね。祭りパイセンに吹雪パイセン、秋パイセンに、ラミパイセンと、ネネパイセンですね。いやー、いいものを手に入れた。はい。落としちゃった。はい。やっとですね、メンバーの方出ていらっしゃいました。ただね、ちょっと写真だったんだね。まだね、コラボというには、物足りない。おおほほほ。グリッチ気持ち悪くなりますよね。なんで彼岸花なんですかね。おいと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 、ここじゃねえか。おい、ちょっと最後にもう一回拝んでいきましょうか。はいはいはい。裏は何もなしと。よいしょ。ああ、見えないですね。おー、はい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 。おこれサムネですかね。はい、じゃあ先に進んでいきましょう。おお。パイセン、どっか行っちゃった。でも、ホロライブさんもすごいですよね。なんか、この VTuber 事業というか、ただタレントのね、マネジメントだけじゃないですからね、この会社。まあ、もともとね、成り立ちがなんかゲーム開発会社の人たちですかね。まあ、矢郷さんはちょっとわからないですけど、谷郷さんか。谷郷さんはわからないですけど、やっぱね、ゲーム作ってた人たちが、いらっしゃったりしますもんね。だからこういったゲームとかも開発してるんでしょうね。いいですよね。自社で全部クロスメディアするっていうのはなかなかね、新しい発想ですよね。すごい、なんか、汎用性があるというか、お、すごいっすね。どうなってんだ、これ。土砂崩れ、あー、なんか言ってましたね。土砂崩れすると、
なるほど。学校が巻き込まれちゃったってことなんですか。こんな山のふもとに立つんですかね。これは一大事ですね。ほぼほぼ潰れてるけど。グリッチ気持ち悪くなりますね。はいはいはい。なるほど。土砂災害で、埋もれちゃってみんな逃げてるってことなんですかね。うるさいわね。なたなんて消えてしまう。物騒な声が聞こえますね。そうね、ゲームね、ゲーム開発といえば、皆さん、私がね、体験もやらせていただいたアクアリウムのね、製品版が出ましたね。本日ね、実はそちらをやろうと思ってたんですよね。ただですよ、ちょっとね、私のスイッチが今ね、貸し出し中で、ゲームができなかったんで、ちょっとね、急遽ね、他のホロライブさんのゲームないかなと思ってね、探してたらこれ出てきたんで、これやらせていただいてます。おはようございます。いいより秀夫です。どうやら夢だったみたいですね。ちょっとその頭の部分は酔う。はい、というわけで、これさっきまでなかったんですね。なんだこれはと。鈴がついてます、鈴が。ほうほうほう。かわいい。ペン。こういう自分のペンですよね。はいはいはい。青亀町で当時起こった地崩れの事故について、祖父の残した資料によると、当時の青亀高校が甚大な被害を受けていたそうだ。校舎はほぼ全壊で、夜22時頃にもかかわらず、亡くなった生徒も見つかったそうだ。それから興味深いことに、祖父の母はなんと、その当時、青亀高校の生徒だったらしい。あの事故がトラウマとなってしまったのか、あまり当時の話をしてくれなかったそうだ。おそらく、同級生を失ったショックからだろう。その事件の直後に、別の町へと引っ越したらしいが、その後の詳細については資料に書かれておらず、これ以上は、情報をつかむことができない。祖父だけでなく、青亀町との意外なつながりが判明し、私も驚いたものだ。青亀町の悲惨な事故、そして青亀町で噂される怪奇現象。まだまだ調べる必要はありそうだ。はい、どうやらですね、祖父が、高校の生徒だったということでね、どうやらさっきの夢は、22時、だから、実際にその事故が起きた時に、タイムスリップしてたってことですかね。まあ確かにね、何かいらっしゃいましたね。
よいしょ。あ、またトントン行ってる。いいですね。なんかね、王道のホラーって感じがしますね。お、さっきのキレッキレの女の子ですね。おお、急に。では、停滞した梅雨前線の影響により大雨が降り、青上町では大規模な土砂災害が発生しました。あ、消しちゃった。消しちゃったよ。またトントンやるかな。ああ。おお。おや？またさらになんかあれですね。時代が遡りましたかね。おいといと。おお、これはいけるのか。はい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 。よいしょ。おやおや、おかしいですね。さっきの話だと、土砂災害が起きた高校は、最近の高校だったんですけどね。明らかにちょっと様子がおかしいですね。四五十年なんか時がタイムスリップしたみたいになってますね。ってことは、あの事件が起こる前にも、あそこに高校が建っていたっていうことになりやしませんかね。あ、でも待てよ、祖父って言ってたから、祖父が住んでたのがこの時代になるっていうことなのか。ってことはさっきの高校は何だったんだろう。いやー、謎が深まりますね。あー、懐かしい、この鍵。皆さん、この鍵知ってますか？これね、このレバーをね、上にウィッてやってね、奥にブスって刺すと鍵閉まるんですよ。もう今この鍵ないですよね。なんで俺知ってるんだろう。うちの実家もこんな鍵はなかったんだけど、なんかね、うちのばあちゃん家とか行った時にあった気がするんですよね。開きますね。はいはいはい、ループですね。机も懐かしいですね。この図工室とかの机こんな感じでしたね。まあ今の若い人はこういうの見てもあんま懐かしいと思わないんでしょうね。なんか映画のセットとかに見えちゃうんですかね。まあ、そう考えると日本のね、この経済の移り変わりってやっぱ激しいですよね。今の若い子と僕の間ですら結構なね、ジェネレーションギャップが発生するわけですから。じゃあここから20年後って一体どうなってるんですかね。よいしょ。どこかで誰かが泣いてますね。はい、開きまーす。ほほほ。いやー、雰囲気あっていいですね。はい、じゃあちょっとね、謎も謎になってきたので、いる？いらっしゃいましたね。なかなかメンバーさん出てこないっすね。はい。お、ダーンってやられた。さっきの椅子ですね。フリッカーがすごい。
時の焙煎かな。おう、あー血だらけになっちゃった。早くメンバーさんに会いたいです。幽霊でもいい。よいしょ。おう、おう、あの土砂災害の前に学校で惨殺事件があったっていう話どうなんですかね。まあ、ちょっと漫画読まないとわかんないですね。まあ、でもこれはひどいね。何人死んでんのこれ。どうした？はいはいはい。おー。え？誰かが泣いてる。おう、パイセン。キレッキレっすね、相変わらず。今の完全にゲッタンでしたね。ゲッタン。おー、血だらけやん。もうここまで来たらもう掃除もできないですね。立て壊さないとダメですね。うん、なかなか雰囲気あっていいゲームですね。そうでね、アクアマリンをね、やろうと思ったんですが、スイッチ帰ってきたらやろうと思います。どうやらね、体験版にはなかったね、無夫婦なルードがね、あるみたいなのでね、ぜひそこをね、やらせていただきたいと思っておりますと。まあ私ね、マリン船長のファンですからね、もうあれはぜひね、やらないといけないということでね。まあ、早く俺のスイッチ帰ってこいと思っておりますが。ホロライブさんといえばね、最近あった出来事で、カントリーマーム買ったんですよ。ホロライブの。なんか、ローソン立ち寄ったら、レジ横に置いてあって、まあ、カントリーマームだと思って、ホロライブとコラボしとるやんと。これなんかネタになるやろうと思って、何も考えずに、まあちょっととりあえず2つ買ったんですよ。そしたらいくらだと思います？1200円って出ていや、マジかと思って、もう俺の中で1個300円ぐらいだろ、600円ぐらいだろうと思ってたらその倍ぐらいしたんですよね。で、何かの間違いだと思って見ても、なんか8個入りって書いてあるし、いや、カントリーマーム8個ってそんな高いと思って、で、まあね、まあとはいえね、なんかね、レジでね、まあ、今年一番驚いたんですけど、まあでもそんな驚きを隠せず、ちょっとレジでね、まあ、そのまま、やっぱいりませんとも言えずに2つ買ったんですよね。で、まあ中開けたら、まあね、ちょっとね、リッチめなね、色紙みたいなね、おまけがついてたんで、あ、これが高いのかって思いましたけど、やっぱいいっすよね。なんかその IP ビジネスというか、もう苦しまないで、あれはあなたのせいじゃない。この街で二度とあんなことが起こらないように。もう何かがあったみたいですね。そう。ね、ただのカントリーマームにね、サイン色紙を入れると、600円になると。まあ、いいですよね。まあ、よりヒデオグッズ、作りたいなぁと思いつつね、そんな週末でした。ちなみにね、まあね、せっかくね、色紙入ってるんだったらね、好きな人のね、色紙欲しいなぁと思って、二つ買って開けたところ、あまねかなたさんと白亀ふぶきさんでした。いいですね。はい。あれ？このまま、おぉ。さっきまで血だらけだったのが治りましたね。めっちゃ逃げてる。これまた土砂崩れがあったってことなんですかね。こっちから逃げてきましたね。ないな。でも仮にですよ、この時代に地崩れして学校が壊れたとするじゃないですか。まあ、だとしたら同じところにまた学校を建てんなって話ですけどね。
あ、いた。おお、ループしてない。ここは保健室かな。あ、これ美術室じゃね。お、待ってた待ってた。おー、噂をすればかなた先輩、かなた先輩、かなた先輩でいいのか。ほう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 。お、噂をすればマリン先生でしょ。マリン船長いらっしゃるじゃないですか。いいですね。まあ一応ね、全員ね、存じております。でも明らかにさっきの写真と制服一緒ですよね。ってことはこの古い時代の歩行者のものではない気がするんですけどね。明らかに平成の服着てましたもんね。はい、というわけで出れなくなっちゃいましたね。お、絵の具。あれ？ああ、芸術的ですね。これが噂のあれですかね。おお、いるいるいる。消えちゃった。かけない、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 いや、頭が痛い。どうしちゃったんだろう、私。描いても描いても納得できない。私の絵ってこんなものなの？まあみんなそうですよね。自分のね、納得した、ね、制作物を作れる方っていうのはやっぱり限られております。世の中に出てるね、アーティストのね、ものだってね、本当にね、皆さん 100% 納得いってるかっていうとそういうことでもないですからね。やっぱりね、プロとしては予算と納期っていうのを意識しながらやらなきゃいけないので、まあそこら辺は割り切って、創作活動するっていうのも、まあ、それでね、食べていくっていう風なことを自分で選ぶのであれば、そこはちょっと落としどころかなとは思います。まあね、もちろんね、趣味でやるんだったらね、納得いくまで行くって、やるっていうのもいいと思いますけどね。まあ今日ちょっと眠くてダメだ。あ、これ、パイセンじゃないですか。空パイセンですね。おぉ。みんなが幸せな、あの場所に。ありがとうございます。また、起きましたね。いやー、やっと会えましたね。空パイセン。あ、いましたね。ちょっと、ちょっと、ここまでついてきちゃダメでしょ？いなくなっちゃった。はいはいはい。青神高校についての資料に、興味深い内容のものがある。どうやら青神高校には学校の怪談話の一つとして美術準備室の噂というものがあったようだ。その噂は絵を追求した結果、自分の血を絵の具として描き続けた生徒が自死し、その後その生徒の霊が真夜中の美術準備室を徘徊しているという話だ。実際にそのような生徒がいたかは定かではないが、当時の青神高校では有名な怪談話の一つであり、過去の青神町での事件の多さから、似た何かしらの事件はあったのではないかと推察できる。事実、肝試しと称して、
夜の学校に訪れる生徒も多かったそうだ。それ以上の資料が見つけられず、この件は調査保留とする。なるほどね。これで話がつながったっていうことですね。どうやら、土砂崩れの時に、おっとっと、勝手に動くな。どうやら土砂崩れの時に、なんで十字にね、いたのかっていう話ですが、それはどうやら、肝試しに来てた女性とみたいですね。夜10時に肝試しに来たがゆえに巻き込まれてしまったと。はい、あ、またちょっと変わってますね。ペコラパイセンですね。あ、コロネパイセンもいるじゃないですか。おー、おかゆですね。おかゆとコロネパイセンですね。後ろに、ソラ先輩がですね。なるほどね。で、なんでね、あんなね、一個またね、戻ったかっていうと、多分、その階段のね、元になった、階段っていうのがあったんでしょうね。それの話がさっきのところと。なんで時のパイセンだけちょっと時代背景が古くなってるんですかね。あ、落ちた。はいはいはい。よいしょ。絶対に逃がさない。バカにしてるの？見たんだよ、私は。どうやら逃がしてもらえないらしいですね。ちょっと言われたいですね。逃がさないって言われたい。はいはいはい。もうなん。もう電車ですか。次電車出てきた。なるほど。青神町の話じゃなかったんですかね。なんかちょっとこういう広告を付きになっちゃいますよね。デイズ、あ、ホロライブさん、あ、はい、サムネですね。すごい、なんか全部優先席みたいな感じになってますね。おじさん、おじさんか、おじさんか、ちょっとテンション下がりますね。どうせならメンバーの方がいいですよね。ユカを返して！コロネパイセンがいた。ユカを返して取ってないよ。コロネパイセンがいた。あれはちょっとテンションが上がりますね。3D ですよ、3D。私もちょっと 3D の体欲しいですね。やっぱ 3D っていいっすよね。なんかこの、やっぱ手使えるのって特別感がありますよね。ちょっと早速コロネパイセンを追いかけましょうか。よいしょ。おお、止まる止まる。ああ、電気消えた。なんか電車で電気消えると怖いっすよね。たまに昼間とかでありますもんね。おお。さっきから親切ですよね。わざわざね、懐中電灯を恵んでくれる幽霊っていうね。
これまた振りまくというパターンかな。おお、おかゆパイセンもいた。いいっすね。ちょっとテンション上がってきましたね。そっちに行っちゃダメ、そっちに行っちゃダメ、そっちに行っちゃダメ。ゆかって誰、ゆかって誰、ゆかって誰、ゆかって誰。いましたっけ、ゆかなんて人。あー、また学校に戻ってきましたね。なんで電車だったんですかね。ちょっとそれだけはよくわからない。すごい、みんな壁に向かって、すごい髪型。こういうなんか電気のことをね、お化け電気って言いましたよね。おお、カメラ。おお、コロネさん、あれ、おかゆさんがいなくなってますね。おかゆ焙煎が。ゆかってことなのかな。だからゆかを返してって言ってたのかな。よいしょと、カメラを手に入れた。いいっすね、これ。なんかただひたすら進んでいくっていう親切設計ですね。あの子がいなくなってから駅や学校、街中をずっと探し続けた。でもどこにもいない。誰もあの子とことなんて覚えてない。まるで最初からいなかったみたいに。みんなは口を揃えて知らないっていう。でもそんなはずない。あの子と過ごした日常、楽しかった思い出、全部私の妄想だったっていうの。あいつだ、あいつがこの街に来たせい。僕のこと。よいしょ。おいた。かいよ。ああ、また電車だ。おお、すごいね。誰だ、こんなにいたずらしてるのね。ひどい話だ。いいですね。カシャカシャすると明るくなりますね。これあれですね。今ちょっと 3D 用意してるんですけど、やっぱこれぐらいのゆったりしたやつでも酔うんですね。これはちょっと新しい発見ですね。でもやっぱ不思議なのが、人の実況を見てるときって酔わないんですよね。何なんですかね。まあちょっとね、さっきも知り合いがね、酔わないために、なんか酔い止め飲んでましたけど、ちょっと私も今度酔い止め試してみましょうかね。
必要になりましたね。これはでも なんで電車なんですかね。知らないことしてね。よいしょ。あ、カメラなくなっちゃいましたね。きっとね、いろんなストーリーがね、最終的に収束するはずなんですけど、1個目のストーリーと2個目のストーリーは分かったんですけど、このストーリーの意味がちょっと分からないですね。ちょっとお腹鳴りましたね。水が近づいてくる。こういう回線です、ね、これは読めないっぽいですね。ゲーム用に聞くものってないですかね。ちょっとね、やっぱね、3D のゲームとか多いじゃないですか。ちょっとやるたびに酔ってたらね、お仕事にならないなっていうところもあるのでね。ちょっとね、あ、読めるんだ。ちょっと難しい。何かを変えたいなら行動しなきゃいけない。私はそれを知っている。前にこんな風に思わなかった、うん、どうした急に。おお。空かい。いやね、よく考えたら尻尾生えてるのもすごいですよね。なに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 、笑ってんじゃん。閉じ込められたのかな。なんか可愛いですね、尻尾ね。昔、まあこれ、まあね、私別に年齢を隠してるわけじゃないので言っちゃいますけど、昔あの浜崎あゆみがね、全盛期の頃に尻尾つけてたんですよね。狐の尻尾みたいなの。あれがね、僕欲しくて、中学生ぐらいの時だったかな。昔ね、なんかあのイオンとかに1000円ぐらいで売ってたんですよね。で、うちの姉に頼んでね、それを買ってきてもらってつけてたイメージがありますね。ただね、ちょっとね、ショックだったのが、あれなんか5年ぐらい部屋に飾ってたんですけど、なんかしばらくしてみたらね、毛全部抜けちゃうんですよね、触ると。ボロ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 と落ちてくんで、なんかそれがね、ちょっとね、残念でした。まあね、ただね、当時ね、あの尻尾をね、バッグにつけるっていうね、謎のあのブームがあったっていうのがね、ちょっと今、コロネパイセンの尻尾を見てて思い出しました。祖父が取材していた青神駅についての資料に興味深い内容のものがある。どうやら青神町で多発していた行方不明事件はこの青神駅周辺で起こっていたというものだ。まず第一に行方不明者の全員の共通点として
青神駅周辺で連絡が途絶えてしまったことが挙げられている。さらに青神駅では、怪奇現象の情報も多くあり、終電を遠に過ぎた深夜の駅で、聞いたこともない汽笛を耳にしたという話や、深夜の駅のホームに佇む人影の目撃情報などがあった。このような青神駅に潜む何かが、行方不明者と何らかの関係があったのだろうか。この青神駅が、もし、祖父の行方不明と関係しているのだとしたら、この事件を追って、祖父は何かに巻き込まれたのかもしれない。はい、どうやらね、行方不明事件があったみたいですね。どうやら、おかゆパイセンとコルネパイセンはそれに巻き込まれたみたいですね。これまたあれですかね。ただ、昔からって言ってて、電車新しすぎたんで、これ新しいステージ、あ、違った。新しいステージはまたなんかちょっとね、時代背景が古い電車なのかとも思いましたけど、またここの神社に来ちゃいましたね。これ。はい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 。はいはい。怪奇現象ですか。今日ね、私髪切ったんですよ。ほぼほぼ半年ぶりぐらいに、まあね、案の定ね、ちょっと美容師さんにね、ちょっといい加減にしてくださいと怒られたんですが、ちょうどねその時にね、髪切ってる時に見てたんですけど、なんか事故物件かなんかのやつを見てたんですよね、記事を。怪奇現象とかね、なんかこういう怪奇現象とかいっぱい載ったものでした。森で調査を始めてからどうも体調が良くない。連日ひどい頭痛に悩まされている。心当たりがあるとすればあの森、まさか森に埋められた人たちの怨念が生きている私を苦しませているのだろうか。そういえば青神町には古い神社がある。そこに、資料が残されていないだろうか。確認する必要がある。そうでね、そのね、怪奇現象、当たった。あれ？ソラパイセン、新しい服着てますね。ソラパイセン昔の人だと思ったんですけど、どうやらそういうわけでもなさそうですね。そしてね、ユリが採用しの、白金先輩とか、いらっしゃいますね。これはあれだな、サムネだな。はい、いただきましたと。そう、怪奇現象、あ、ここあれだよ、美術事務室やな。そう、怪奇現象がいっぱい載ってる本を見て、そこになんかね、事故物件の、ね、特集されてましてね。まあ、松原谷さんと大島哲さんですね。まあ、そこのゴールデンペアがね、記事に載ってたんですが、実際、怪奇現象とか怖いですけどね。でもなんかよく聞くとこなんかこういうラップ音とか多いっていうじゃないですか。それが一番なんか生活に実害出ますよね。書けない。こんなにもずっと書き続けているの。だってね、夜とかね、昼とか問わずに頭で書けるわけですよ。うるせえよってなりますよ。書きたいものは分かっているのに、手が動かない。どうしてなんだろう。もう辛いよ。事故物件ね、まあ、できることなら住みたくはないですよね。なんでみんなあえて住むんですかね。
ういう音めっちゃするわけでしょ。尻尾はい。そうっすよね。昔誰かがね、事故物件に出てくる幽霊に対して家賃払えって言ってましたけど、まあまさにそういうことですよね。私がね、お金払って借りてる部屋にね、居座るのであれば、金を払えと。あなたは、どうして？ここは、あなたの場所じゃない！いや、まあ、そう言われましても、私も来たくて来たわけではない。頭が割れそうに痛む。あれが神社。あれは、あそ。いるのは、なるほど、そういうことか。青の実。これが真実、た、ついたものの、末路か。蝶を続け、この森は、だからおかしくなっちゃったみたいですね。はいはいはい、あー。待て。そっちに。言っては、ダメ！もう、めっちゃかまってんじゃんじゃん。あららら。かわいいですね。あなたはまだ気づけてないんだね。エンディングに？どういうこと？え、これマルチエンディングなんすか？え？そういうこと？あー。あー。あー。いろんな方出てらっしゃったんですね。なるほど。ええー。うわやばいやばい。あ、ちなみに皆さん、これすごい。押すと、その方の YouTube チャンネル飛びますわ。これよくできてますね。ええー。まあ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 。
う一つの物語。まあ、ちょっとね、レック時間も1時間超えてるんでね、今日はここまでにしときましょうか。はい、というわけで、ホロライブエラーでした。ちょっとね、漫画の方を読んでないと理解できないところも多々あって、まあ、周回のうちでね、なんで電車だったのかとかっていうのはちょっと僕もよくわかんなかったんですけどね。はい、とはいえね、実際のね、今までとちょっと違った 3D の、ソラパイセンとかね、コロネパイセンとかね、オベオパイセンとね、コラボできたので、とてもいい経験ができましたと。はい、というわけで本日ここで、終わりにしたいと思います。ちょっとね、まだね、未回収のエンディングとかがあるっぽいので、次回ちょっと調べつつやっていこうかと思います。こちらですね、Steam の方で1000円ぐらいで販売されているので、もし気になる方いらっしゃったら、買ってみてください。はい、私の番組ですね、ゲームプロデューサーのチャンネルということで、こういったね、ホラーゲームを結構ね、好きでやってたりするんですけど、それ以外のこともやってたりするので、もしよかったら皆さん見てみてください。はい、本日ホロライブエラーでした。それではまた次の動画まで。バイバイ。